じゃんと、はい、やってきました。VTuber ね、今日もちょっと面白い企画をね、用意してるんで。なんかね、ここのお店ね、店員さんがロボットらしいんですよ。お店員さんがロボットらしくて、なんかはい、なんかちゃんといらっしゃいませとかちゃんと応対までしてくれるらしいんですよね。はい、なんでちょっと気になるんで早速行ってみようかなと。はい、はい、新宿というお店なんですけど、こちらですね。はい、じゃあ早速入ってみたいと思います。はい、店内こういう感じで。でもすごい昔からだからずっとあるってことですよね。30年、5年ぐらい前からも。へぇ、その時はもうだいぶね、珍しいもんじゃなかったですか。うん、あ、早速来ましたよ。はい、はい、ちゃんとね、お渡しときます。これお願いしちゃいますけど、もう35年前のものだと思えないよね。ね、ちゃんとここまで持ってくれてね。はい、はい、ちょっと待って、はい、ありがとう。でもまあ同い年ぐらいかもしれないです。僕も35なんで。はい、そうですね。いやもう長く働かれてるんですね、本当に。いけないでしょ、この駅ね。豚玉も安いんで500円、ちょうど安いですよ、ね。うん、ないよ、今ね、ですよね、本当にこれがたくさん、うん、ね、ちょっと小腹空いてるとこれいますよね。そう、うん、500円でお腹いっぱいになるって。まずなんでこのロボットにしようかなっていうところ、きっかけは何だった。成り行きでなったんですか。ちょっとやってみようかな。うん、そうですね、はい、はい、ちょっと今回はね、ロボットが接客してくれるお店ということに来てみました。ね、すごい愛着があるよね、いいロボットだと思いますね。うん、パッと見はなんかね、見たことある風のロボットなんですけど、はい、ね、ぜひ皆さんもね、機会があるこういうとこがあるんで、ね、子供連れていいかもしれないですね。うん、ぜひね、来てみてください。ありがとうございました。はい、いつもスピチューブ見てくれてありがとうな。これからもよろしく。